こんにちは、シュンです。今回は海洋を使っていこうかなと思います。海洋がね、覚醒スキルに5色軽減あるんだよ。で、今回ね、それぞれの海洋にこの筋肉マンの武器つけたんだよね。で、筋肉マンの武器も5色軽減あるんだよ。なんでこれ海洋1体につき非軽減とか水軽減とかそれぞれの軽減が2個つくんだよね。なんで海洋1体で2個で、もう1体の海洋で4個で、もう1体の海洋で6個で、もう1体の海洋で8個で、もう1体の海洋で10個で、これフレンドも合わせて全部で12個軽減あるので、これね、ちょっと前に情報修正して軽減1個につき 7% なんだよ。なんで 12×7 で 84% 軽減なの。それで、で、このリーダーの海洋に非軽減プラス3つ、これが1個につき 2.5% なのかな。で、全部で 7.5 なんで 84+7.5 で 91.5% 非軽減で、隣の海洋に同じく水軽減で、水も 91.5% で、隣も非軽減プラスで、これで貴属性も 91.5 で、隣も光軽減で、闇も軽減だから全属性 91.5% 軽減なので、フレンドがあの5色軽減、この潜在のは 1% なんだよね。なんで今 91.5% にこの 1% プラス、なんでこのパーティーで 92.5% 軽減なので、常にインドラ状態なんで、これワンチャン可動性秘めてるよね。今回若干ネタだけど、ノアトラ降臨いきます。ワンチャン期待できんじゃないかな。いや、初めて使うこの軽減スペシャル。だ、火力どれぐらい出る、いや、すごいな。なんかダース・ベイダーっていうのかな、私あんまそれわかんないんだけど、それに似てる気がする。いや、これで火力出てればワンチャンだな。待ってね、今日初パズル、オッケー。はい、これでどれぐらい削る、倍率としては8倍。控えめ、割と控えめ。ただそう、軽減だからね、ダメージ受けた。私ね、さっきね、ツイッター見てたのよ。ツイッター見たら、なんかね、ちょ、待って、なんだっけ、モンハンバイオみたいな。なんかね、モンスターハンターとバイオハザードがコラボするみたいな。いけるな、これいけるな。海洋が残り一旦。海洋止まれば私の時代が来ると思う。あ、終わった。よし、皆さん、インディゴ降臨来ました。インディゴ降臨の条件がね、無条件で 7×6 になるんだよね。なんで、これでちょっと力を発揮できると思う。あ、で、なんかね、モンハンとバイオハザードがコラボみたいな。なんか、モンハンってあんまコラボしてるイメージなくない？まあ、パズドラコラボしてるけど、なんかパズドラぐらいじゃない？モンハンとコラボしてんの。モンストとかもコラボしてないし、おぉ、すげえなんか意外なコラボだなと思って。いや、パズドラもね、私毎回から言ってる、あれ来てほしいね。モンストコラボ。モンドラ？パズスト？これもうなんかライバル関係みたいにやっぱあんのかな。かたくなにやんないよね、モンドラとパズスト。いや、でも私ね、昔モンストの動画上げてたんだよ。今全くと言っていいほど上げないけど、昔モンストの動画上げてて、そしたらすげえなんかコメントで言われたのか、モンストやんなってすごい言われたからね、モンストやんじゃねえよみたいな。やっぱライバル関係みたいにあんのかもしれないね、モンストとパズドラにおいて。わ、ここ削りきれるかな、闇半減、これをどういけるかみたいな。でもさ、これ全部をこのなんだっけ、ダースベイダーじゃなくて、なんだっけこいつ、海洋にしなくても2体いるだけで、もし2体で筋肉マンつけてたら1個につき2個だから 1,2,3,4,4つ軽減あるんだよ。4つ軽減、あ、待って、これ受けてみようか。多分これリミットバーストなんだけど、これで見たいよね、あのダメージ 92.5% 軽減。おお、こいつのダメージが弱いのか軽減がすごいのかわかんないけど、で、追い打ちあるんだね、地味に。いいね、この追い打ちで倒せる感じ、なんか懐かしくて、まあ、懐かしいというか昔やった覚えない。待って、これ受け切れたら熱くない？これリミットバースト系タイプだった気がする。確かそうだよね。地獄を見、あ、こいつ違ったっけ、こいつの進化前が多分リミットバースト系なんだっけ。まあいいや、こいつは普通に倒しちゃいます。こんにちは、とつけのしゅんです。いや、これね、リアルしゅう言ってなかったんだけど、海洋ね、こんな顔してて、実はバインド耐性持ってないんだよね。バインド持ってないの正直きついよね。今の時代超覚醒でね、持ってたりするキャラもいるんだけど、海洋ね、超覚醒自体はあるんだけどバインド持ってないんだよ。なんでそこちょっときついかなっていう感じある。で、この誤解がね、こいつこれ確か 99% 軽減だよね、違ったかな。なんかこう見るとすげえ軽減してるなっていう感じある。いや、昔軽減パみたいの流行ったよね。なんだろう、すげえ昔に流行って、ちょっと前の昔だとミネルバとか流行ってなかった、軽減で倍率低めで軽減するみたいな。あれ最近見ないよね。で、ミネルヴァの前だと、なんだっけ、エリュシオンだっけ、なんかそんなキャラいて、なんか言ってた人いたよね。
なんで今軽減パーティーないんだろう。やっぱり今軽減だときついのかな。リアル収入に変わります。いやすごいね、軽減強いね。なんか若干ね、さっきから言ってんだけど可能性は感じる。無効貫通一応持ってんだよね、超覚醒で。一応ね、雲耐性もある。一応無効貫通、あーこれ間に合わねえな多分。私絶対間に合わねえと思う。なるべく組みます。はい、1,2,3,4,5,6、いいね、7コンボ出たんで多分持っていけると思う。はい、バイバイ。